レット3番人気ではありますが、行くわよ。美しい青空が広がる中山レース場、ターフも絶好の良馬場になりました。十分に実力を出せるレースとなりそうですね。さあ、1番人気の紹介です。ビターグラッセ。2番人気を紹介しましょう。リトルココン。2冠馬娘ダイワスカーレット。3番人気です。注目株の馬娘だ。私が一番期待している馬娘、気合い入れてほしいですね。ゲートイン完了、出走の準備が整いました。今スタートが切られました。各馬娘、綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。期待通りの結果を出せるか。1番人気ビターグラッセ、ダイワスカーレット、快調に飛ばしていきます。先頭をかけます。ダイワスカーレット、続いて7番、その後3、4馬身開いて名勝怒涛。17番並びかけてきた。1コーナーから、そして2コーナーへ向かっていきます。さあ、花に立ったのはダイワスカーレット。このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのは7番、3番手に3番、そしてその外を回って17番、その内並んで名勝怒涛。そしてその外から行ったのは9番、そして内目をつきましては4番、その後からビターグラッセ、そしてその外から行ったのは18番、内を回ります。14番、そして内目をつきましてはリトルココ、その後3、4馬身開いてジンボリルドルフ、さらにはエイシングフラッシュ、そしてその内から行ったのはハッピーミーク、そして6番、外でタマモクロス、後方2番手に12番、そして最後方、優雅に叶せてもらうわ。意気揚々と先頭を行きます。ダイワスカーレット、どうでしょうこの展開。かかってしまっているかもしれません。息を入れるタイミングがあればいいですが。先頭は変わらず、ダイワスカーレット。続きました3番、7番、3番手、そして9番、1馬身離れて名勝怒涛。あとは4番、少し後ろから17番、内でリトルココ、さらにその外からはビターグラッセ、内をついて14番、ジンボリルドルフ、並んでくる、外を回ります、ハッピーミーク。第4コーナーを進んで直線へ向かう。馬娘たちがどう動くか目が離せません。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。中山の直線は短いぞ。後ろの子たちは間に合うか。食い下がるビターグラッセ。ダイワスカーレット、先頭はダイワスカーレット、これは強い。残り200、ダイワスカーレット、逃げる逃げる、追いすがるビターグラッセ。ダイワスカーレット、今ゴールイン。ダイワスカーレット、 URA ファイナルズ決勝を制しました。今ここに優秀たちの頂点が誕生です。2着はビターグラッセ、3着はリトルココン。やっぱり私が一